はい、こんにちは。じゃあ今日もみんな日本語のレッスン1を参考にしながら練習していこうと思います。今日のボールはノウのノウ。この練習シートは下からダウンロードできるので使ってみてください。 Example である Person and me Memory Person です。あの方はどなたですか。 Person Business。 あの方はミラーさんです。 Person B ね、Continue。ミラーさんは IMC の社員です。By using this vocabulary table, please try to make sentences. Say the sentences aloud immediately. I'm not sure how to do it. The example ね、パーソンスです。あの方どなた question。あの方どなた question is です。あの方はどなたですか。あの方はどなたですか。パーソン B ね。あの方ミラーさん、あの方ミラーさん、ビジネス。あの方はミラーさんです。あの方はミラーさんです。パーソン B ね、コンティニュース。ミラーさん、IMC 社員。ミラーさん、IMC 社員、ビジネス。ミラーさんは IMC の社員です。ミラーさんは IMC の社員です。じゃあ、クエスチョンはね、パーソンです。あの方どなた、クエスチョン、エースです。あの方はどなたですか。あの方はどなたですか。パーソン B ね、あの方、トサポンさん。あの方、トサポンさん。B です。あの方はトサポンさんです。あの方はトサポンさんです。パーソン B ね、トサポンさん Google エンジニア。トサポンさん Google エンジニア B です。トサポンさんは Google のエンジニアです。トサポンさんは Google のエンジニアです。 The question 2ね、パーソン S ですね。 Exactly same。 あの方どなた question。 あの方はどなたですか。パーソン B ね、あの方ベンさん。あの方ベンさん、B です。あの方はベンさんです。あの方はベンさんです。で、パーソン B コンティニュース。ベンさんアップルプログラマー。ベンさんアップルプログラマー、B です。ベンさんはアップルのプログラマーです。ベンさんはアップルのプログラマーです。じゃあ、クエスチョン3ね、パーソン A。あの方どなた、クエスチョン A です。あの方はどなたですか。あの方はどなたですか。パーソン B ね、あの方、田中さん。あの方、田中さん。B です。あの方は田中さんです。あの方は田中さんです。パーソン B、コンティニューですね。田中さん、スターバックス店員。田中さん、スターバックス店員、B です。田中さんはスターバックスの店員です。田中さんはスターバックスの店員です。じゃあ、クエスチョン4。ね、パーセンス。あの方どなた、クエスチョン A です。あの方はどなたですか。パーソン B ね。あの方林さん、あの方林さん、クイズです。あの方は林さんです。あの方は林さんです。林さん、明治大学教授。林さん、明治大学教授、クイズです。林さんは明治大学の教授です。林さんは明治大学の教授です。じゃあこれで今日のスピーキングの練習は終わりです。で、次は4番目のステップとしてライティングの練習もあるので挑戦してみてください。じゃあありがとうございました。